豊明市立境小学校は愛知県豊明市新栄町にある市立小学校。校訓はよく考え豊かにたくましく、豊明市南西部の丘陵にある。豊明市立図書館栄文室の入り口豊明町立豊明小学校の児童数が増加したことから1971年4月1日に豊明小学校から分離独立して開校した。 開校当初の児童数は25学級1005人だった。1974年3月には体育館が竣工している。1974年度の児童数は32学級1258人にまで増加したため、開校5年目の1975年4月1日には、堺小学校から、豊明市立大宮小学校が分離独立した。 しかし1979年度の児童数は39学9572人にまで膨れ上がり、開校10年目の1980年4月1日には、堺小学校から豊明市立官小学校が分離独立した。開校25周年を迎えた1995年度の児童数は21学9716人である。ピーク時と比べて児童数が落ち着いたことから、 1998年10月1日には、秋教室を用いて、豊明市立図書館栄文室が開設された。敷地の北側には、栄文室専用の入り口があり、栄文室渡航者の他部分を利用者が行き来、できないように区切られている。2007年度には、文部科学省から国語力向上モデル事業の研究指定を受けた。2010年度には、 開校40周年を迎え、2014年度には学校公式キャラクターを制定した。2016年度の児童数は21学級614人。2017年度の児童数は609人である。愛知県小中学校市によると児童数の変遷は以下の通りである。豊明市学校教育課による通学区域は以下の通り。進学先中学校は というわけ市立坂井中学校、ありがとうございます。